綺麗。50年ぐらいになりますかね。昔は行ったり来たりでしたけど、東京と。今は娘とケータリングと民泊をしてます。ハーブが好きなのでケータリングに添えたりお弁当に入れたり。一度温まったらもうカラカラになっていくので、もうこのぐらいでお茶入れても全然美味しいんですけどね。インドネシア行った時に購入して、何を入れてもいいかなと。これはポット屋さんで見つけたお茶にいいかなと思って。これはこの間インドネシアのいとこが来た時に庭でなってたペッパーを取ってきて、最初グリーンとかピンク、なんかだんだん乾燥してブラックペッパーに。美味しいんですよ、このまんまでも。父がインドネシア人、ジャカルタで生まれて3歳の時に日本に来て、それからずっと日本で暮らしてます。今年も無事で。みかんの皮は、ね、捨てるともったいないので、ね、ミント入れて茹で汁で床を磨くとツヤツヤになって、巻きますね。あったかいのでお客様をストーブでお迎えして、ようこそいらっしゃい。なんかやるのが大好きで。うん、あったまる。お酒も入れたいぐらい。シワシワ、発泡がすごいですね。5分で除菌、これで隅々まで汚れ落とすんですね。もう本当に丁寧に磨いてますね。あとの歯は大事にしたいと思って、フリデント の, あの商品見て使い始めたら、洗浄した後の歯もなんとなくこう爽やかで気持ちがいいので、5分でいいっていうのが分かって、本当にあれは助かってます。